はい。おはようございます。いただきます。で、え今日の動画なんですけど、まあ、時間がないんで、朝ごはんを食べながら <laughs> お話をします。今日の朝ごはんは昨日の配信の時に食ってたあの、残りのキャベツ漬物です。ねえ。なんかね、この動画、そうそうそう。えっと、まず、ね、本題ね。新曲の発、新曲が発表されました。金づけに新曲ですね。ガラクタと、ひらがなでガラクタという名前で。 発表がされまして映画,ラストマ <laughs> 映画「ラストマイル」の主題歌ということで発表がされましたねよ。まあ、前々から僕も言ってた通りあの脚本家の野木あきこさんの新作ですね「ラストマイル」という映画僕も何ヶ月か前に動画「ラストマイル」っていう映画が発表された時点でこれ主題が米津玄師なのかなみたいな動画出したと思うんだよ。うん、でみんなもいろいろ期待があって でなんか昨日の夜の時点、夜10時とかその9時とかの時点で、あ日の午前4時になんかお知らせがありますみたいなのが出てたっぽいんだよね。その文章の中に、雷のマークと羊のマークが載っていたらしくて、これ、感電とストレイシープってことみたいな。あそういうことなのみたいな感じで、みんな,な、ん期待をすごく寄せてたらしいんですよ、もうその時間、僕、寝てたんですけど。<laughs> そしたら朝起きてスマホ見たら案の定米津玄師ラストマイルガラクタっていうその3ワードだけ見えてうん、動画回そうみたいなそんな感じで今朝ごはん食べながら動画回しておりますで人種レコーズからのお知らせをまあ読み上げるとちょっと待ってくださいね読み上げると映画ラストマイルの 主題歌として米津玄師が新曲「ガラクタ」を書き下ろしました2018年にはドラマ「アンナチュラル」の主題歌でも2020年にはドラマ「ミュー404」の主題歌「感電」にてタッグを組ませていただいた脚本の野木明子さん監督の塚原愛子さんチームとの再結集作品となりますラストマイルは「アンナチュラル」「ミュー404」と同じ世界線で物語が展開する過去シェアードユニバース完全オリジナル映画 主演の満島ひかりさん演じるショッピングサイトの,イトの関東センター長船渡りエレナと岡田正樹さん演じる梨本浩が11月のブラックライデー前夜を発端とする連続爆破事件に立ち向かうノンストップサスペンスエンターテイメント「アンナチュラル」より UDI ラボメンバー NEW404 より4基層メンバーが出演8月23日 全国劇場公開ですの予告編ということで、まあ、予告編出てるんですよ。まあ、今ね、ちょっと、この場で見ることはできないので、後で動画切ったら見ますけど。まあ、とにかく、まず主題歌やると。で、この動画のサムネイルに使ってると思うんですけど、なんか、ようわからん、米津玄師の新しいアーシャが出てました。<laughs> うん、ようわからんですよ、本当に。 情報が多すぎて本人からのコメントも出ておりました映画ラストマイル主題歌米津玄師コメント映画ラストマイルの主題歌に際して「ガラクター」という曲を書かせていただきました塚原さん乃木さん新井さんの作品に読んでいただくのはアンナチュラル ‐404 ミュー40に続き3作目です アンナチュラルでもミュ404でも主題歌として私の曲を大事に扱っていただいたことを今でもよく覚えていますあれから6年ほどたち私も結構変わりましたがこの作品と出会わなければ今の自分は到底ありませんかけちなしに素晴らしい作品と何度も出会えたことを誇りに思いますありがとうございましたガラクタをよろしくお願いします とということでレモンと雷と羊とバスとダンボールと爆弾のマークが出ているということで、うん、にそうですねでこの、ま、出てるマークのレモンと雷とストレイシープはそれぞれの曲とアルバムから来ているんだと思いますねでこのバスみたいのは何なんだろうなんで段ボールと爆弾は今回のモチーフですよねブラックフライデー前夜の連続爆破事件の話ということで 公開日8月23日なんん、ですようん、あのね8月23日ってちょうど 3, 3年前4年前ストレイシープが発売された時期とすごく被らないですか実際具体的な何日にストレイシープが発売されてっていうのは正直あんま覚えてないですけど確か8月の末ぐらいだったような8月の頭か8月の末ぐらいだったような気がするんですよ。すげえ時期的に被らない これ覚えてる人いたらぜひ教えてほしいんですけど多分かぶると思うんだよね。ってなるとですねなんか今まで僕が、まあ、あんまり可能性ないんじゃないかって言ってたアルバムがですねより一層可能性を帯びていくるかつ最近のニュースで言うと「b u m p o f c h i c k e もなんか5年ぶりにアルバムを出すっていうニュースが出たんですよ。これ すんしかもこんだけ「レモン関連っていう,もう大作を手掛けたチームと一緒に作っている作品で出す曲でしかも映画主題歌うんありそうな気するんだよねこんだけこんだけこんだけ,、うんんだけうん、噛みまくってこんだけ聴くともしかしたらあるんじゃないかなと思ってるんですよ まあ本当にわからないアルバムに関しては。うん、でなあその写真がさっき言って「よくわかんないアーシャがついてる」って言ってたんだけど CG なのか実際にこういう場面を作って撮ったのかはかんないですけどなんかこうキラキラした、うん、要はガラクタの前で、うん、なんか手を掲げるんですけどこれ写真が若干ぼやけてて画質がそんなよくないんで。 わからない何をしてるのかとかはちょっとよくわからないですけどまあ米津玄師というところで発表がされておりますね、うん、まあ大本命だよね今回のこの映画に関しては米津玄師が主題歌やるっていうのはみんなそうだろうと思っていたことではあったし地球儀の時みたいなもうあんだけにわせがあってでね ジブリの新作やるって言っててよ米津玄師がずっとジブリジブリジブリって言ってた中での主題歌今回はこの映画に関しては何も言ってなかったけどまあおそらく米津玄師だろうというような流れの中でまあやっぱり本人米津玄師だった、うん、なんかこうファンとしては嬉しいですよね 8月の末二23日なんで、まあ、学生は夏休みまだ終わってない時期なんでこうすごいなんて言えばいいんでしょうね嬉しい時期ですよね僕と個人としてはすごい誕生日の時期とかぶるのであの米津玄師から誕生日プレゼントもらった気持ちになるのでねすごい嬉しいんですよね僕は8月の28日なんでその5日前に ちょっと早めの三十プレゼントもらうような気持ちでねいるんですけど、まあ、映画館ね見に行きたいと思いますねいや嬉しいね8月23日だってよもうその日僕は休みを取ります <laughs> で映画を見に行きます朝から <laughs> はいじゃ今日はそんな感じで朝から動画回してるんでもう寝口がついてて声も出てなくて朝ごはん食べながらですけどね 動画回させていただきました。マヨネーズ禁止。うん。彼に、彼の曲、作品をずっと好きでいる、うん。僕はある意味、それはそれで才能の一つなのかなと思いますけどね。彼の言葉の中で、こう、船に乗るみたいな、自分のファンた自分とファンの関係を、 自分を船頭にしてそれをその船に乗る人たちっていう風な表現をしていたことがあるような気がしたんだけど本当そうで船ってことは降りてく人もいれば乗ってくる人もいるっていうところでうんずっとその船に乗り続けてるっていうのはまあ結構確実としてはね大変なことだと思うんだよけどその 船にに乗ってるっててるいいうこことはまあどこかに行きたいわけだよねだから僕は多分その米津玄師が船長の船に乗ってどこかに行きたいんだよ。でその行き先がまだ見つかっていないからこの船からまだ降りていないんだと思うんですよね。で行き先が見つかってその目的地にたどり着いてもう先に降りていってしまった人たちまた別の場所から乗り込んできた人たちもいる中で僕はなんか彼と一緒になんかもっと自分の見たことない景色とか新しい目的地を目指して。 ずっと船に乗っていたいなという気は今のところしてるのでねはい楽しく過ごしたいなというふうに思いました <laughs> えっとこの船の話は米津玄師の話を直接聞いてない人は、うん、そのライブとかで言ってたんですけどねその話聞いてない人はちょっと分かんなかったかもしもいるかもしれないですけど <laughs> そういう人は聞いてください。コメント書いてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日の動画は米津玄師が映画、主題歌、ラス,映画ラストマイルの主題歌、ガラクタを制作受け、っていうか発表したということで、楽しみです。<laughs> まあちょうど4ヶ月後ぐらいですかね、今回はん。ちょっと先にはなりますけど、まあ楽しみですね。まあその4ヶ月の間にライブだとかアルバムだとかいう発表があったらいいねん。そんな話があったらいいなというふうに思いました。じゃあ今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。 ありがとうございました。